今日は学校から帰ってきてまだ20分のひまひまです。異性のせっこねちゃんひまひまです。今回はですね、皆さん以前ですね、無事志望校に合格できましたっていうことをねお伝えできたと思うんですけど、今回は実際に中学校3年生で成績をアップして受験に合格できた私のですね勉強方法を皆さんにお伝えしていこうと思います。まあ、これから受験を控えている方にも、そして成績アップしたい方にもとても必見な動画です。では早速やっていきましょう。レッツゴー。じゃあまずはですね、普段の勉強の方法から皆さんにお伝えしたいと思います。私はまあ授業の時とかは絶対に先生の話を逃さずに聞くっていうのはすごく意識をしていました。私の場合は普段の定期テストから点を取りたくて、でそれで受験にそのまま合格をしたいっていう感じだったので、まあ普段の授業で先生の不意にさ、先生ってさ、ここテストに出るよとか、テストに出るかもねみたいな雰囲気に匂わせてくる時あるじゃないですか。あれはマジでもう絶対チェックしておくべきだと思います。あと自分がまあ、わかんないこととかがあったら先生に聞くといいと思います。その先生が結局テストを作るわけだから、まあ、その先生のコツとかもつかめるし、なんとなくその先生のね、問題の出し方とか傾向がわかってくるような気がします。だからまあ先生との頭脳勝負みたいなのは一瞬あったかなって思いますね。あとノートはしっかり取っておかないと、私の場合は、なんか後で見返した時に先生がなんか言ってたなとか、そういうのが思い出せなくなっちゃうから、ちゃんと書くようにはしてました。定期テストの前は、まあ、絶対ワークを使ってて、まあ、学校付属のワークを、まず第一優先に、3、4週はしてましたね。完璧に、わからないとこがなくなるまでやって、その次に自分のお家のワークをしてました。お家のワークはま、こういう感じで、これ社会か、まあ、例になってるんですけど、まずは、ルーズリーフとかに、こうやって解いていきます。で、その後に、次はオレンジペンでこうやってね、解いていきます。で、最後に赤シートで、こうやって隠しながら、一問一答自分でこう、すぐにスムーズに解いていくっていうのをやって、まあ、約4週から5週やっていました。あと、定期テスト前は絶対に、やることリストも書いたりとか、計画をしてて、あと時間をちゃんと区切って書いてました。じゃないと、今日はここまで、今日は何ページまでやるって決めて、勉強した方がスムーズにいくっていうのは聞いたことがあるんだけど、ただ私の場合はそれはあんまりうまくいかなくって、時間で区切った方が、よしやるぞって自分のモチベにもなったから、まあ、人それぞれかなと思います。ただまあ、どっちの方法も試してもいいかもしれませんね。合う方を見つけてみてください。私の場合は、受験勉強とかテスト勉強とかは、まあ、1日10時間ぐらいは勉強していて、でも、人間って10時間も勉強してると、本当になんかね、集中力が下がってくるし、しかも眠くなってくるんですよ。そんな時に私流の眠気対策を紹介したいと思います。まず一つ目は、これ。やっぱね、飲み物を選ぶの大事だね。ココアとか飲んじゃうとすごく眠くなるんだけど、これは無糖のカフェオレです。これぐらい、6割ぐらいコーヒー入れて、3割牛乳入れて、1割氷みたいな感じでいつも作ってました。これを長時間かけてストローで飲むっていうのが、すごく眠気対策にもなってたし、なんかね、甘いもの、常に糖分とか取ってるといいと思う。だけど、取りすぎるとね、眠くなるから注意ですよ。次が、目薬かな。これすごいスースーする目薬なんですけど、そう、最近見つけた眠気対策で5分ぐらい寝て目薬刺すとめっちゃ目覚めるの。それで1時間は絶対持つからやってみてください。で、最後に大好きなグミです。じゃーん。弾力の強いグミを選ぶとさらにいいかもしれません。ずっと噛んでるから集中力アップにもいいみたいですね。私の家での勉強法はこんな感じです。でも自分だけで勉強するのって結構限界がありますよね。ということで私が中3から始めたのがオンライン塾の空塾です。本当に本当にマジで私空塾のおかげで定期テストの成績が上がって内申も上がったし、入試対策もできたので、今からそちらの勉強法も紹介していきたいと思います。まずね、なんで私がオンラインの空塾を選んだのかっていうところなんですけど、まずね、私は普通に YouTube をやってるので、そういう移動時間とかも結構パツパツで、で、塾ってさ、絶対に自分でまあ、移動をしなきゃいけないじゃないですか。通うことをね。で、その移動時間がすごいもったいないなって感じたので、お家からすぐに受講できるオンラインを選びました。で、これって多分私だけじゃなくって、部活一生懸命みんな頑張ってたりとかね、習い事を頑張ってたりする方って絶対たくさんいると思うの。そういう方にもすごくおすすめをしたいです。
で結構オンラインってラグがあったりとか、そういうイメージを持ってる方すっごい多いと思うし、今も実際そうだったんだけど、受けてみるともう全く違くって、普通の塾と変わらないし、もはやそれよりも私的にはすごく見やすくって、先生が解いてる間にこの解いてる手のところを写してくれるの。だからね、普通の塾だと見えない、逆に見えないじゃん、こう隣とか覗かないと。でもそうじゃなくて画面見るだけで先生の手元が見えちゃうから、めっちゃめちゃ解きやすい、しかも理解もしやすい。そら塾ってでれん、こんな感じのフォレスターっていうワークを使っていて、まあ、あの生徒側も持ってるし、先生も全く同じのを持ってるんです。なので、まあ、先生とこうオンラインをつなげながら同じ教材で勉強することができます。しかもこのワークもめちゃめちゃわかりやすくって、私あの三省堂っていう教科書を使ってたんですけど、三省堂に準じたワークなんです。なので違う会社の教科書を使ってる方はまた違うワークなんですよ。すごくない？だからその使ってる教材にちゃんと準じたもので勉強することができます。だから学校の流れにもついていける感じになっています。しかもそら塾って解説動画が見放題なんですよ。なので授業がない日だったりテスト期間だったり、そういう時にもその解説動画を集中して繰り返し見ることができるから、暗記しやすくてとても理解しやすいです。まあすごい極端なこと言ったら、お風呂の中とかでも見れちゃうしさ、車の移動時間とかでも見れちゃうから、本当にいろいろなところで見れるんです。しかも先生との対話しながらの授業だから、本当に普通の塾とは変わらない感じで、安心感もあるし緊張感もあるんですよね。てかすごくいいなって思ったポイントがあって、普通の塾って逆に人が近くにいすぎて本当にわからない時に何回も何回も繰り返して聞けないんだよね、私の場合は。でもオンラインってなぜかちょっと画面を通してるからか質問しやすいの。だからこれはどうやって解くんですかって言って、これはこう解くんだよって言われても分かんない時あるじゃん。じゃあこれはどうなるんですかってもう一回聞けたりとか、まあ、とにかく先生が優しいっていうのもあるんですけど、すっごく質問がしやすいです。ちなみに先生に質問ができるオンライン自習室っていうのもあって、まあ本当にいろんな各地のそのそら塾の生徒さんたちが集まって普通に勉強してるだけなの。でも分かんないことがあったらそこにいる先生に質問をすることができるんです。なのでまあ授業じゃなくてもそうやってみんなで勉強することでモチベーションが上がったりもします。しかもさ、自主的に勉強するきっかけにもなりますよね。ちなみにママはそら塾がめちゃめちゃコスパがいいって喜んでます。まあ送り迎えもないですしね、大体はこんな感じです。ということで今回はなんとそのそら塾に突撃をしてお世話になっている先生にインタビューをして、そら塾の凄さなどを聞いちゃいたいと思います。私もそら塾初潜入なのでめちゃめちゃ楽しみです。だっていつも画面で見てるからね。では早速行ってみましょう。緊張します。楽しみ楽しみ。はい、というわけでですね、そら塾さんを運営するスプリックスさんに来ました。いやすごい、なんかいやなんかもうめちゃめちゃ綺麗で、なんか私もすごいかしこまっちゃってですね、見てください、見て、でしょ、しっかりしてるでしょ。お家の撮影の時とはもう真逆です。暇とは思えないぐらい。では早速ですね、行ってみようと思います。初潜入です。ドキドキワクワク。はい、というわけでちょっとお目当ての部屋へ着きました。ちなみにここにはいつも教えてくださってる伊藤塾長がいらっしゃるらしいので、早速行ってみようと思います。なんかいつもオンラインだからさ、直でこう会うのがちょっと緊張しますね。じゃあ行ってみます。これノックって何回？いや面接2回って教わったんだけど。2回でいい。こんにちは。あ、こんにちは。ひまひまです。合格おめでとう。ありがとうございます。ちょっと今日カメラが回ってるんですけど、いつも教えていただいてありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。本当にめちゃめちゃ分かりやすくて、はい、いや本当に歴代の先生の中で一番分かりやすいです。ありがとうございます。ちょっと今日質問があって、いくつか質問をしてもいいですか？どうぞ。そら塾はどんな人におすすめをしたいですか？やっぱそら塾オンライン塾なんで、はい、なかなかあの近くに、ね、塾さんがなかったりとか、はい、あるいはすごく忙しくて、その行き帰りにこう時間がなかなか取れない生徒さんとかは、はい、すごいおすすめだと思います。なるほど。私も本当にあの移動しないので、ご飯を直前まで1分前まで食べてたりとか、1分前までドライヤーしてたりしてもすぐにこう受講できちゃうのでいつもそんな感じでこう受講させていただいてるので、めちゃめちゃなんか時間の短縮にもなりますし、テスト期間とかにも時間がない中でやってるので、すっごくなんか楽というかちょうどいいですね。
次いきますね。そら塾のすごいところお願いします。すごいところ、はい、すごいところはまずやっぱ成績が上がる。おお、通ってくださってる生徒さんの 89.1% の生徒さんが成績上がったっていうデータが出てます。はい、私も上がってます。すごい、いや本当に上がりましたね。しかも高校も合格したので。おめでとうございます。いや、サラジックさんのおかげです。生徒さんの 84.3% の生徒さんが先生に満足してるって。おー、なるほど。だからちょうど会った先生を見つけられるっていうことですよね。そうそう、首都圏の、はい、まあ、有名大学の先生たちが、うん、たくさん揃ってるので、はい、まあ、相性とかも合う先生が見つかりやすいと思います。なるほど。ちなみにひまちゃんは先生に満足してるんですか？いや、もう大満足です。本当にめちゃめちゃ分かりやすくてありがとうございます。いつもなんかね、楽しそうに授業やってるもんね。そうなんですよ。いつもだいたい1時間とちょっと授業をしてるんですけども、やっぱり理科と数学はめっちゃ苦手なんですけど、なんか面白く地層とかも教えてくださるので地層、はい、地層めっちゃ苦戦したんですけど、すっごい分かりやすくて、テストでもちゃんと地層が出て点を取りました。中3の夏から受講させていただいてるんですけど、第2回定期テストが一番大事って言われてたじゃないですか。なのでそのテストに向けてめちゃめちゃ受講させていただいてて、それで点も最高得点取れたりとか、しかも成績も上がったんですね。なのでもう全部そら塾さんのおかげだなと思っています。しかもこれ初めてですけど、志望校とかも迷ってた時に全部こう私の偏差値とかも考えてこう出してくれたんですね。ここはどうかなって言って、で本当にそのリストから選んで、で実際にそこにしたんですよ。なので様々です。本当にありがとうございます。とんでもないです。で、最近高校に合格したということで、高校の予習も実際にも教えてもらっていて、結構3時間分ぐらい進みましたよね。そうね、もう中間テストの分ぐらいはそうですよね、すでに終わってるっていう。なんだろう、高校でついていけるか心配な場面もすごくあったんですけど、ただやっぱりもう予習をしてるのですっごい安心できていますし、高校でもなんか定期テストも1回増えるので、またその時もよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、また大学受験もあるので、もう3年後になるので、ちょっと大学受験もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと安心です。はい、というわけでですね、初そら塾潜入だったのですが、私もいつも普通に授業を受けているので、めちゃめちゃ興味があったのですごく楽しかったです。本当に成績が上がったのはそら塾さんのおかげだと思っていて、勉強のやる気も出るんですよね。ぜひ皆さんも定期テスト対策や受験対策でそら塾を受講してみてください。そら塾さんについては概要欄にリンクを貼っておくので、ぜひ見てみてください。めくったらあるよ。では次回のひまひまチャンネルもお楽しみに。バイバーイ。大学までよろしくお願いします。すいません。